2021年5月、とあるパチンコ店にある男がいると聞き、我々は取材に向かった。彼はなんとパチンコ屋の駐車場で野宿していた。あ、おはようございます。あ、もうこんな時間か。やべ、ちょっと急がな。意味深な言葉を残し、彼はどこかへ去っていった。サラリーマン新一、 YouTuber でありながらサラリーマン。我々は彼のプライベートに一日密着した。彼は毎朝決まってあることを行っているという。ほらそのこととは。おーい、飯だぞ。ほら飯だぞ。ほれ朝飯です。毎日やってんのこれ。ナメクジへの餌やりだ。ほら食べろよ。彼はこれを続けてもう15年になるという。これたまにこれで充電できるんですよ。好奇心を忘れない。ちょっとうまくいかないな。これも彼が普段から大事にしているポリシーだという。お昼になると彼は必ず訪れる場所がある。公園だ。彼にとっての公園は聖地でもあり第二の家だともあるという。公園も神社も同じなんですよ。ちゃんと挨拶してから行くようにしましょうね。彼は幼少期を決して忘れない。その表情はまるで5歳児のようだ。感染症拡大防止のためこの日はあいにくターザンロープは使用禁止となっていた。想定外の出来事のため現場に重たい空気が流れる。ちょっといつもはあれ乗れるんですけど多分コロナの影響か使えなくなっててもうこっちで遊びます。濡れてますけどね。もう仕方ないです。これなんですよ。これがスリルがもうすごい。やります?よかったら。やっぱ僕って変ですよね。そんなことないですか?チャイムが鳴るとともに彼はいつも決まって帰る支度をするという。公園の帰り道、彼は欲しいものがあるといい、我々はあるスーパーへ立ち寄った。あー疲れた。これなんですよ。これ運動の後絶対に飲む。これね、生きた乳酸菌。撮影後に聞いた話によると一気に飲まなければ乳酸菌が逃げてしまうという。
これ今ここに乳酸菌が入ってるのが分かるんですよ。生きてる乳酸菌が生きてる。ここで分かる。こうして彼の一日は今日も幼い心を忘れないよう終わっていく。いやいや何を見せられとんねんって感じですよね。これ自分で編集してるんですけど、まあひどいですよね。まあこういう動画もたまにはあるということで、今回は多めに見ていただければと思います。次回の動画はしっかりしておりますのでお楽しみに。この動画が面白いと思った方はチャンネル登録、高評価よろしくね。